あいつ今日もいるのにゃ。昨日からうちに乗り込んできているなんかでかい生き物にゃ。あいつが何なのかちょっと確かめるにゃ。僕はコンクリートも食べる豚、お餅。今日は家の裏の駐車場で猫ちゃんと遊んでるんだ、ブヒ。でも全然こっちに来てくれないブヒよ。あいつでかすぎてちょっと怖いにゃ。でもなんか前にも見たことある気がするんだけどにゃ。まあ僕も会った気がするんだけど、それよりもコンクリートを食べるブヒよ。あいつはコンクリート食べてるけど、私は草を食べるにゃ。猫は毛玉を吐くために草をたまに食べるんだにゃ。あいつは草を食べさせてもらえないみたいだから、私のこと羨ましいだろうにゃ。はぁ、草ってさ、大しておいしくないでしょ。僕はそれよりもコンクリートさ。あいつバカなのかにゃ。コンクリートなんて食べられるはずないにゃ。おぉ、コンクリートはやっぱうめえブヒ。止められてもやめないブヒよ。草が美味しすぎて私も食べるのやめられないにゃ。もぐもぐもぐ。ちょっとこの草はあんまり美味しくないにゃ。わー、なんかあいつやばー。おい、見るなよ、僕がおしっこしてるところさ。やばいって言うなよ。だってさ、止まらないもんは止まらないな、ブヒ。いつも1リットルぐらい出してるブヒよ。あいつあんなに水分放出して大丈夫なのかしら。私だったらカピカピになっちゃうにゃ。ブヒ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 。わっわっ、ちょっとこっち来ないでよ。仲良くなろう、ブヒよ。この距離感は絶対保ってにゃ。あー、ちょっと休憩するにゃ。休憩した方がいい、ブヒよ。さっき僕は見たブヒ、草を食べすぎてゲロ吐いてたブヒよ。うるさいにゃ。猫界では普通のことにゃ。初めて見たからびっくりしたブヒよ。緑色の液体が飛び出てたブヒ。あ、これは内緒にしとくブヒね。レディに向かってそんなこと言うなんて失礼にゃ。僕はそういう概念を持ち合わせてないブヒよ。しっし。あいつとは仲良くなれなさそうだにゃ。そっちが離れていってるだけブヒよ。僕は近くに行きたいブヒよ。そんなに言うならちょっと近づいてあげるにゃ。やっぱり怖いにゃ。最後は仲良くしよう、ブヒよ。頑張れ。ちょっと危ないって。